今日い、みなとアクア高橋はしると昨夜、帰ったとき、暗くらくたでした。まだ8時半でしたけど、寝ました。エイペックスとかいつも遊びます。しかし、昨日千ちに行きました。 往復3時間かかります。遠いですね。今朝、私の友達は私にビデオを送りました。誰かが港アクアのエーペックスのボードを見ていました。この糸はダイヤモンドです。アクアちゃんは プラチナです。しかし、この人がアクアちゃんはめっちゃすごいですと言いました。時々、アクアちゃんのエイペックスの配信を見ます。私もそう思いました。アクアちゃんは素晴らしいです。私のようにアクアちゃんも内向的だと聞きました。その配信には 親近感がわかりました。かわいそう。アクアちゃんを守りたい気がする。どう思いますかみなとアクアの配信を見ましたか